はい、ベースの秋吉です。今日はですね、ネクライトーキーの音楽が嫌いな女の子、最初から一番サビの終わりまでやっていこうと思います。こちらの動画ですね、簡単にではありますけれども、ベースフレーズ、ベースのポジションが参考程度になる動画になっております。前半はベースとクリックだけ、後半はベースフレーズを解説していきますので、最後まで見てください。よろしくお願いします。それではテンポはゆっくりめの105でいきまーす。はい、それではベースのフレーズを解説していきます。まず最初から結構動きがありますよね。かっこいい、美味しいフレーズですので、ここは押さえていきたいですね。になりまして、そこからですね、スタッカート、こちらもね結構動きがありますね。ですよね、運指をどういう風にやっていくのかっていうところだと思いますね。次を見て、ここ小指から5を引いてこういくのか、まあ、他のですね、弦の異種同音の部分、同じ音の部分ありますけれども、どこをチョイスしていくのかっていうところですね。ここかっこいいですよね。最初のこういかずに続いてるかのよう、次の小節またぎの続いてるかのような感じになってますよね。ここ非常にかっこいいアプローチですね。っていう風にここから落ち着いて、まあ、こういうフレーズがですね続きまして、そこから B メロのところですかね。薬指と人差し指のトレーニングもなると思いますので、まあ、どういう風に、そういう風にですね、なんかその感じながら、ここは運指のこういう風なところが強化されるなとかですね、そこ部分を意識しながら弾けるかっていうところでも変わってくると思うんですよね。そして上がりまして、サビに行きまして、これちょっとですね、こここういう風に弾いてるんじゃないかなっていうところでもなんか違う気もするんですよね。すいません、細かいとこ私耳が悪いですね。ちょこちょこ間違ってると思います、譜面が。すいません。まああくまでもですね、言い訳ですけれども、参考程度にしていただければなと思ってです、
思っております。まあ、皆さんの耳の方がですね、私よりも全然いいと思いますので、すいません。まあ、まさに音楽が嫌いな男の子っていう感じでしょうかね。まあ、男の子っていう年齢でもないですけれどもね、はい、私は何を話してるんでしょうかっていうことでですね、こちらですね、一番サビの終わりまでの解説となっております。非常にですね、ネクライトーキーのベースはですね、素晴らしいですよね。非常にやりがいのあるいろんなプレイングテクニックがですね散りばめられてて、ニュアンス奏法も素晴らしいと思いますんでね、やりがいある楽曲となっておりましたっていうことで、もしも他の曲だったり他のセクションだったりリクエストありましたらコメント欄に寄せてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ベースのアイディオでした。またね。